増岡美津子です。セミナーとかこういうお仕事をしているとこうしてお手紙をもらうことがあるんですね。でお手紙の中にはいろいろ私のことを気遣ってくださって、いろんなこうコンサートの案内だったりとか、ちょっとしたこう私がいつもだったら知らないようなジャンルのイベントだったりとか、それからなんかこうして会ってよかったなみたいな、そういうこうお手紙をもらったりとかします。で大人になってそうやってお手紙をこう美津子さんに会って楽しかったわとか言ってもらえるっていうのは、このセミナーっていうお仕事をしているからだからではないのかなと思うと、この講師っていう仕事なんかすごく幸せな仕事だなって、そんな風に思います。皆さんどうもいつもありがとうございます。